調布にやってきました。今回行くところは肉汁餃子を極めたお店、現在100店舗近く展開する大衆餃子酒場の1号店にやってきました。肉汁餃子のダンダダン調布総本店、 100% 同意の素晴らしい名言も発見。こちらのお店が2011年に誕生し、今では関東を中心に全国各地へ出店をしています。細部にわたって餃子愛をビンビン感じます。コスパのいい安心価格で飲み会でも食事でも楽しめる素敵なお店ですね。では早速突撃しましょう。店内はこんな感じ。テーブルとカウンターを合わせて80席以上あるので、いろんなシーンで利用できそうです。親しみやすい大衆的な雰囲気もありながら、清潔感のある居心地のいい店内。お店の奥には団体利用もできる個室がありました。手書きのメニュー札もいい感じですね。壁には特徴的なでっかい龍が描かれています。躍動感があり活気が生まれそうですね。メニューはこんな感じ。なんといってもここに来たら肉汁餃子です。どれだけ肉汁がすごいのか後ほどお見せしましょう。その他にもいい感じのおつまみがすべて380円という嬉しい価格設定。こだわりの馬刺しも人気商品。サラダや一品料理もあります。ご飯物や麺類もあるので締めまで楽しめますね。お得な定食も揃ってるので食事だけでも全然 OK。 大盛りハイボールがどれくらいのサイズか気になります。大衆酒場だけあって飲み物も豊富。肉汁餃子と超絶ベストマッチのハイボールもいろんな種類があります。サワーやホッピー、日本酒や焼酎もあるのでどんな人でも楽しめます。今回は特別に店長さんに人気商品を教えてもらいました。ちょっと人気なメニューを教えていただきたいんですけれども、はい、第5位がやや辛い肉味噌もやしですね。まあ、こちらはおつまみとして人気のあるメニューで、まあ、名前の通りやや辛いです。第4位はパリパリ油淋鶏です。こちらは名前の通り衣を使っていないので独特なパリパリとした食感が楽しめるお料理となっております。酸味も抑えられていて、香り豊かな自家製ドレッシングがかかっております。若い女性の方がよく、そうなんですね、注文されています。第3位は水餃子です。肉汁焼き餃子と同じ餃子を使用していまして、もちもちした皮が特徴的な水餃子です。スープに味がついていますのでそのままお召し上がりいただけます。茹でた分もちもちした食感が特徴的ですね。噛んだら肉汁が飛びくるんで気をつけてください。第2位は餃子定食です。ランチ、ディナー問わず出している通年メニューとなっております。ディナーでも定食が注文できるんですか？はい、ディナーでもいいですね、それは、はい、あとご飯は大盛りにするとすごいてんこ盛りのご飯が、へー、はい、来るんでちょっと気をつけてください。第1位は肉汁焼き餃子です。こちらは皮が厚めでもちもちした食感、そしてパリッとした焼き目と、特徴的なのは何もつけないで食べられるようになっていますので、まずはそのままお召し上がりください。何回もおかわりをされる方もいらっしゃいますし、1日で約5万個ほど売れております。はい、全部手包みですね。はい、大変ですね。さて、美味しい餃子が焼き上がりました。サイズはこんな感じ。上にあるのが一般的なサイズの偽物です。一回りほど大きめでしょうか。焼き目もいい感じで美味しそう。一つ一つ手作りしているこだわりの餃子です。断面も見てみましょう。いきますよ皆さん、見て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 、肉汁が感情レベルで溢れ出してます。ちょい粗めの豚肉と野菜のバランスもちょうどいい。ではいただきます。肉汁たっぷりのジューシーなあんがたまらない。これはやばいぞ。肉汁餃子に夢中で飲み物を忘れていました。もちろんビールで乾杯。餃子とビールは文化です。何度でも言います、餃子とビールは文化です。続いてこちらも人気のやや辛い肉味噌もやし。さっと茹でたもやしに自家製の肉味噌をしっかり絡めた一品。え、うまっ。絶妙のシャキシャキ感としっかりめに味付けされた肉味噌が最高に合うんですけど。
美味しいだけじゃなくてボリュームもかなりあるから満足度が高いんですけど、餃子は何もつけずにそのままがおすすめ。この肉汁マジで気をつけないと、やんちゃな5歳児くらい暴れん坊です。続いて水餃子もいきましょう。同じ肉汁餃子を使ってるのでよりもちっと感が味わえます。ジューシーな焼き餃子も好きだけど、つるっと食べれる水餃子も捨てがたい。食感とか全然違うので両方注文するのが正解です。スープはあっさりしてて餃子を引き立ててくれます。お次はパリパリ油淋鶏です。表面がパリッとなるように揚げられたチキンに特製のタレがたっぷりかかってます。上に乗ってるネギやオニオンスライスと一緒に食べてみましょう。酸味がきつくないので食べやすくてみんな好きなやつです。料理が美味しいのもさることながら店員さんのサービスもめちゃくちゃいいです。活気があってチームワークもいいので、それだけで食事が美味しく感じますね。調味料も使ってみましょう。そのままで美味しい餃子なので今回はお酢のみでいきます。しっかり餃子本来の味を楽しめるおすすめの食べ方です。餃子の特徴とかこだわりを教えていただいてもよろしいですか？はい、なんといっても肉汁焼き餃子という名前なんで、噛んだ瞬間に肉汁がドバッと飛び出るところですね。で皮も、厚めでもちもちした食感が特徴的で、あとは最大の特徴はタレなどを何もつけないで食べられるようになっています。あのにしっかりと味がついてますので、肉汁とそのあんの味をそのまま楽しめる餃子となっております。ちなみに餃子は全て手包みです。あ、全部手で作ってるんですか？はい、だから一つ一つ少しずつ形が違ったりとかもしているので、そういったのも楽しんでいただけたらと思います。鉄板によってやっぱりその多少なりとも癖っていうのがあるんで、 お店によって10秒単位で焼き時間を変えたりとかしていきます、はい。肉汁餃子のダンダダンさん、こだわりの美味しい餃子ありがとうございました。